んと自分まだそう今日も黒だよ。明日からちょっと届くみたい。ああ嬉しい。もう前髪って感じになってる。こんばんは。今日も最高に可愛い。ありがとう。眉毛何で描いてる？今日はねちょっと適当なんですけど、いつもはセザンヌのペンシル、なんかちっちゃいめっちゃ極細みたいなやつ、極細みたいななんかやつと、なんだっけな、あとケイトのアイブロウのやつと筆はなんか買いました。チョコペンじゃないよ。明日の僕体育楽しみ。お、モカも楽しみにしてるね。ここ止めたいもん。今日前髪がもう汗だね。すみこのパソコン見つけたの。すごい。こんばんはむちゃん、こんばんはむちゃん。むちゃん平熱高いの。え、なんでわかるの？平熱高いより、うん、ガラス下に書いてあったね。あー平熱書いたっけ。え、なんか質問コーナーみたいなとこ。いや平熱書いたっけ。平熱書いた、書いたか。36度8、7、9ぐらいかな。36度7分8分9分ぐらいが私の平熱。ペイペイ。そう、私微熱が平熱なんですよ。もちゃんのうちは作るの。ほんまに、やったー、デフロそうそう、え、それ普通じゃないの、みんなやっぱり。そう、熱い女なのよ私。なんで今日もイケメンそうなの。黒いからや。コンビニでねお買い物をさっき来てたいね。これ楽しいよね。1万円も使ってるの。200円、200何本ぐらい。ガレスタが届いてて見たら可愛すぎて声出た。よかったよかった、ありがとう。ローソンのやつだよ。ローソン、いやファミマで買ったけどローソンで売ってると思う。真ん中の真ん中らへんにね。オッケーオッケー、美味しそうよね。これあれよ、あのステラおばさんのクッキーのコンビニで売ってるチョコチップクッキーです。あともう一つはじゃーん、ルマンド。美味しくない？これめっちゃ好き、めっちゃ美味しい。マジで詰め放題やってみたら。もう変わるよ、やったこと。結構美味しいよ、あれは得するし。でも一回やっちゃうとね、めっちゃクッキーねあるからね、食べちゃうんだよね。ブルボンといえばルマンドルマンド美味しいよね。
美味しいけどポロポロ落ちる。え、そう？私上向いて食べるとき、会社のカバンに入れて中に、オッケーオッケー。でマンドって独特のサクサクが美味しいのね。わかるわかる。ポロポロなってしまうって。ちょっと私は今日もぐもぐ配信をしていきたいと思います。うちは何とか気も見つけやすいですか？な、ももちゃんとか全然リッセンとか何でもわかります。ありがとう。小さい頃から好きなんだけど、大人になってから買うと食べすぎちゃう。確かに。ルーベラなんだっけ。なんかわかるよ。うちはなりんちって書いたらみんなからレスクーかな。いや、もうかのだけでいいでしょ。くるくるのやつ、ああ私好きなやつかもしれない。それバターみたいなやつかな。そう、私この同じ種類のバター、それがルーベラっていうのかな、好きなんですよ。めっちゃバターが濃厚なやつ。外がサクサクなやつ、いやなんか全部クッキーじゃないけど、なんかね、なんだろう、あれなんていう名前だったっけ。一回作ったことがあるんですよ、家で。形はねボロボロだったんですけど味は一緒だった。めっちゃ無心。そう、私めっちゃ無心なんですよ。食べるとき家で作るの腐って。作れる、美味しいよ。でも綺麗なまん丸い形をね作るのが難しい。ガルスト読んでたら広島のマリノホップのドライブインライブも思い出して懐かしかった。確かにね。じゃあ子供っぽいから、本当？今日あんまメイクしてないからかな。インタビューでファンと魚釣りがしたいって言ってくれてて嬉しかった。そうしたいんよ、ずっと。髪伸びたよね。大人を感じました。すごい、2個も同じ内容感じた。ちょっとわざとやったらいかんね。自然とやったら大人っぽいかもしれないけど。ストラブでカツオ釣り。めっちゃ難しそう。最近ずっと大人っぽかった。メイクしとったっけじゃない、最近ずっと。今日ね、なんか目がなんか、もう一回メイクが合ってないのかね、こっちの目が腫れるんですよ。だから今日はやってないです、何も。なんかアイラインとかが合ってないかもしれない。
めっちゃ噛んで食べてる。どうだろう、なんかちゃんと噛まないと歯にくっついちゃう。目が腫れるよ最近。こんばんは、こんばんは。今日も15分、わかんない。30分ぐらいにするかもしれない。DMM さん、最前列で応援してます、ありがとう。まだ1枚あるけど、まあ後で貯めますね。本当にガルストさん早く読みたくて読みたくて。二枚入りだよ。僕とはね、久しぶりに感じない。全然くれなかった。これはまあ、ちょっとあげないけど、じゃああげるね。見たら行ってくるの？僕とはの前に。行ってらっしゃい。夜ご飯の前のやつ、夜ご飯食べちゃった。どういう意味わからん。花柄衣装のグラビア最高でした、ありがとう。なんで2期生だけ靴下なんや、なんでやろう。靴下が好きなんやのかなんていうの。ガルスト鑑賞配信楽しみね。明日もらえるかしら。家では靴下履く派、履かない派、履くない。家では裸足。あの衣装かわいいよね、おもちゃん似合ってるよ、ありがとう。僕と初めて見るからどんな感じか楽しみ。お、嬉しい、楽しみだね。ももが好きだよ、ありがとう。かわいいですね、やった。僕も冬でも家では裸足ですね。さすが高知の元気っ子。え、みんなは違うの。スリッパもかあんま履かないときある。首が、もんちゃん押したいんですが、押してもいいですか。ぜひ押してください。今日も可愛いね。昨日おもちゃん可愛すぎてベッドから転げ落ちそうになっちゃった。落ちないで。そう、今日も顔が赤いと思うけど、あれだよ、ライトの関係なので。裸足だと画面踏んじゃうよ。靴下もだけど、家では大丈夫よ。ももかナンバーワン、ありがとう。韓国人ですが、もちろんしたいと思いました、ありがとう。
決めそうと思ったらめっちゃ美人。ほんまに？やった。家では裸足ですね。こんばんこんばんは。ガラスと保存用も買ったよ。わ、ありがとう。見たよ、メール返信のやつとかで。ソジューライトないよ。昨日はガラスと届くのでベッドから転げ、明日はか、転げ落ちる予定です。気をつけて、寸止めで頑張って。お花の調子最近いいね。でもなんか食べるものは全然、最近はもう小麦粉超食べてるし、いやもう今さっき小麦粉食べたから、もうそう、ルワンダも大きし小麦粉だから。今日何してました？今日はね、お家の関係の行事と、なんか、なんだっけ、ちょっとね、お仕事をね、しました。かつお味はしないかな？将来のほろ酔いもーちゃんを想像しながら見てる。大方やー、うどん食べてるし、そうなんよ、布団で寝てるから落ちないで済みます。いいね、見るたびにもーちゃんが好きになって、また好きになっちゃいな。同じクッキー探そうと、多分結構売ってるよ。可愛いのは当たり前から違う観点で送ります。どういう観点や。そう、みんなベッドから転げ落ちちゃうね。逆に小麦粉を控えてたのはね、結構前ぐらいでもかな。もーちゃんはご両親の誰に似てるの？パパが鼻とか体型とか似てるんですけど、なんか目は誰か分かんなくて、口も誰か分かんない。でもなんか結構パパ味が強いですね。まあ、鼻がパパだったから、すごい鼻で分かりやすいかも。パパの身長173とか。ということは僕はパパセンのお顔好きか。でも好きだと思うよ。なんかそういう意味で、なんか可愛いうちのパパは。可愛いの、なんか行動が可愛い。パパ水着写真集はやばい。見たいけど、なんか面白そうだから。自分を美少女だと思ってると思うけど、その通り、私思ってないですよ。美少女と思ってました。ありがとう。ランキングを読もう。
ランキングじゃない、ギフトを読もうだった。みゆさんハートありがとう。アザンさんチアナガありがとう。タンポポのお酒さんチアナガありがとう。言って喉になんかクッキーのなんかが残ってた。タンポポのお酒さんチアナガありがとう。ケイシティさん金魚すくいありがとう。タンさんめっちゃかわいいわありがとう。モモレンジャーさんタツノオトシゴありがとう。クッキーさんタツノオトシゴありがとう。ケイシティさんダルマありがとう。シュワルツさんタツノオトシゴありがとう。カピパラミティアさんバラありがとう。ヤマガノシオちゃんさんチアノゴありがとう。シンヤさんタツノオトシゴありがとう。藤井さんバラありがとう。タンさんハートありがとう。ケイシティさん貝殻ありがとう。前田健ですさんかわいいありがとう。トシさんチアノゴありがとう。テルさんかわいいありがとう。ドラガンさんタツノオトシゴありがとう。ゼロさんチアノゴありがとう。テルさんタツノオトシゴありがとう。小動物のイメージかな。でもなんかよく言われる。でもこないだ鹿に似てるって言われた。なんかびっくりしてる顔が似てるんだって。タツノオトシゴ忘れちゃうんだよね。よくなんか鹿好きなんだよね。可愛くない？シルバニアファミリーっぽいよね。そう前ね言ってもらって、でもシルバニアファミリー可愛いから嬉しい。ケミスから美人になったと思ってたらめっちゃまずい。バブくないよ。そう鹿ねいるよね結構山に。鹿ってめっちゃいるよね。鹿って言うと強そうになるからバンビにしよう。じゃあ分かった、小鹿。小鹿に似てるって言われたかな、普通に鹿って言われたかな、忘れちゃったけど。鹿美味しいもんね。そうなの？あの鹿バーガー売ってたわ高知で。でも食べたことないかも私。鹿バーガー売ってた。ぴょんぴょんかけてそう。高知県民は鹿食べるのか、なんかわかんないけど普段は食べんけど、鹿バーガーとかはどっかで売ってた。有名なのかな高知では。そう食べてみたい。初めて聞くけど、ほんまにあるよ。今何分だろう。市内に忘れちゃった。市内じゃなかったよな。55分、じゃあ58分になったら読むね。こんばんは、こんばんは。鹿見たらおもちゃ思い出す。ありがとう。眠くなってる。ちょっと明日早いからね、寝なきゃ早く。
とても可愛い子、ありがとう。北海道の北や東の方は鹿だらけ。え、そうなんや。いっぱいいるのか。プルしました、ありがとう。唇プルプルせなよ。もーちゃんの趣味ってなんだろう。寝ること、寝ること、アニメ、お菓子作りみたいな。最近はマリカのスマホバージョンにハマってます。オートヤにあるん？あ、そうなん、シカバーがオートヤにあるん。結構遠いしないから。寝ること趣味に入ってる。あ、お菓子食べることや。最近はご飯食べること。なんか本当に最近、本当にもんじゃとかもハマってて、もんじゃとかうどんとかたこ焼きとかハマりすぎてて、本当に常食べたいみたいな。ゲームね、趣味ほどはやってないけど。そう、アイスはたまに食べるくらいかな。小麦粉大好き人間なんよ。昨日ワクチン2回打ったんだけど、腕痛いし頭痛くて、頑張って頑張ってね。ご飯は何が一番好きですか？でもなんかその時の気分によるけど、小麦粉系かステーキかお魚です。いっぱいあるんよ。そういえばマリカやって寝るのが遅くなったことあった。そうね、ハーゲンダッツ買ってきたからあげる。わー、嬉しい。趣味は小麦粉巡りです。確かに私小麦粉ないよ最近。もう本当にご飯ラブの人間。もーちゃんはお肉よりお魚食べてる。そうそう、お魚を多めに食べてるね。小麦粉吹きなら米のまま、粉のまま食えるはず。食えないよ。お米の味分かる人あんまり分かんないけど、なんか美味しいのはなんとなく分かるよ。小麦粉に生まれて寝てたりして365日アイス食べるぜ。だからアイス食べないのびっくり。あ、そうなの。なんか自分はね、お菓子の方がね食べるんよ。アイスは一気に食べないといけないから。でもお菓子はちょっとパク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 みたいな感じで食べれるところが好きかな自分。アイスもでも大好きだよ。21になったよ。読むね。あ、先にギフト読むね。タオさんとかありがとう。ミュウさんハートありがとう。リッチさんかわいい、ありがとう。タツノオトシゴもありがとう。ゆうきあきたさん、チアノがありがとう。それでは読んでいきます。13位のふみあとまくうふふさん、ありがとう。12位のピリリさん、ありがとう。11位のエイトさん、ありがとう。10位のアザースさん、ありがとう。ケイのリッチさん、ありがとう。
位のゆきあきたさんありがとう。7位のみゆさんありがとう。おーちゃん買いすぎる問題は明日楽しみにしてるね。6位のケイシティンさんありがとう。おーちゃんうちは作らなきゃ頑張るわ、早く見たいな。5位のタンポポのお酒さんありがとう。明日ガルストが届くから楽しみで眠れません。もうかも明日読めるかもしれないね、ありがとう、頼んでくれてありがとう。4位の藤井アットマーク藤井アンさんありがとう。3位のドラガンさんありがとう。今日のおーちゃんとても可愛い、いつも可愛いけどありがとう。2位のトシさんありがとう。おーちゃんの配信が嬉しい、よかった、これからもずっと見てね。1位のリセンオーカさんのことが好きです、ペロペロしたいぐらい好きです。ペロペロさせんけど好きでおってね。させんけど、ありがとうございました。ありがとうございました。明日は立ち見も見てね。もちろんもちろん立ち見の方も、全然前の方も後ろの方も真ん中の方も全部見ます。ありがとう、明日楽しみにしてます。バイバイ、ありがとう。今日もだね、ありがとう、おやすみー。